前回の世界選手権2位フランスのファビアン・ベルトラ。エアの直前ではターンはせずにまっすぐ滑り、スピード感あふれるエアを決めました。コブの上に着地して、その後もスピード十分の滑りを見せています。しかしフォールラインから少し外れてしまってタイムのロスをしてしまいました。このようなミスに対しては厳しく減点されます。その後は非常にいい滑りを見せてくれました。これは素晴らしいエアですね。この大会で一番大きなエアだったのではないでしょうか。足が完全に伸びてはいませんが、それにしても全く目を引く大きさです。2度目のエアも素晴らしいトリプルを決めました。雪面コンタクトを多少失いがちなところがあり、腕の動きも少し目立ちます。多くのアクションが見られた滑りでした。